賞金王決定戦第12レース、ピットアウト、4号艇秋が素早くインをキープ。スタート、進入はインから秋、高山、吉田、正林、国光、今村、一周一マーク、トップスタートの1コース4号艇秋が縦を抑えトップで旋回。一周一マークの攻防をもう一度。バックストレッチ、トップ秋、追走するのは正林、国光、高山。一周二マーク、秋旋回、トップ変わらず、高山、正林は必死に秋を追うが届かないままホームストレッチへ。二周一マーク、秋、高山、正林の順で旋回。バックストレッチ、秋独走体制、秋全速ダッシュをかけて後続をぐんぐん引き離す。秋縦に大きく溝を開けて3周1マークを旋回。高山、正林は追いつけない。その後も秋トップを独走、念願のリーグ初制覇へ向かってゴールイン。秋が無冠にピリオドを打った。東証秋にとってビッグ制覇は